ますね。じゃあね、僕ら3人、はい、いますが、はい、大ちゃん任せます。どうすか、タブキャリスのお願いします。皆さんこんばんは、金山商店です。いや、やっぱりな、今年金山商店も結成10周年です。皆さん10周年なってる、10周年ですよ。皆さん早いですね。そうなんですよ。7枚目のアルバムも4月4日に発売されました、はい、ありがとうございます。でもほら、初めて見る人もいますよ。そりゃそうでしょうか。皆さんありがとうございます。どんな3人かわからないでしょ。ちょっとだけ、はい、自己紹介いいんじゃないですか。いいですね、短くね、はい、そうです。僕たち3人石垣島から来ました。そして僕たち3人いとも兄弟です。ありがとうね。端っこ、この青と黄色が兄弟ね。で、真ん中がいとこなんです。いとこです。こっちがこの赤と青が同級生、そして、あの黄色が、黄色が、ね、そうですね、あれ、彼がね、黄色がね、あと今、ここ通り過ぎていこうな。お土産買ってきてね。黄色が、一つ下の弟、一つ下の弟。うん、ありがとうございます。弟は、うん、はい、昨日太りました。嘘つけよ、お前。嘘をつけ。だけど、トミグスクのみんな言うわけよ、俺に。何を太ってるって。そうですか。言うの言うわけよ。そうでもないよ、別に。ああ、気にしすぎ。言うわけよ、ほん。気にしすぎ。でも僕の体重よ。マスト、僕マストっていう、マストの体重聞いたら、ちょうどいいわけよ。ちょうどいいって意味が。ちょうどいい、ほんと。体重ちょうどいいわけ。体重がちょうどいいって意味が分からんね。体重何キロ ?77.7キロ。ちょうどいい今はちょうどいい。いいかい俺の体重ちょうどいいわけよ。本当にちょうどいいよ。ちょうどいいわけよ、俺の体重。体重何キロ？ 77.7キロ。ちょうどいい。すごいな。このトミグスクすごいな。すごくいい。ありがとうございます。金山商店でいます。よろしくお願いします。お願いします。僕らのバンタンがやってるお店が金山商店って言ってね、これを続いてるんですけど、これ僕のトムちゃんと母ちゃんね、実はね、内緒だけど、オブラートに包んでいると、オブラートに包むとよ、別居してます。包め、ね、ストレートに言ったわ、お前、ね、残念ながら30年くらい別居してます。子供たちとトンとしてるわ。そんな歌作りました。ありがとう。本当の話を歌にしましたんで、皆さん、今年の皆さん、聞いてくれますか。イエーイ、リアルな歌歌います。離れてても家族。手を離すとか言うけれど、あの時二人は手を離す。